どうもどうも、チップです。はい、皆さん、今回はですね、トイックリスニングパート2、質疑応答の問題で、ストーリーを作ってみたっていうコーナーです。完全に自己満なんですけども。はい、ですね、今日は、その中でとっておきの問題をちょっと紹介したいと思います。はい、ですね、質問文が Who created the questionnaire on page 2? この質問に対して応答文 A. That was Andrew B. A very creative design C. On the second floor。 これがですね、皆さん正解わかりましたか？正解は A. That was Andrew っていう、このアンケートの2ページ目を作ったの誰？っていう問いに対して、あ、それはアンドリューですよっていう返しになってますと。で、皆さん、こっからストーリーが始まりますよ。はい、で、まずサスペンス編なんですけども、まあ、ちょっとごめんなさい、ちょっと付き合ってください。アンケートの2ページ目作ったの誰？それアンドリューですよ。そういえば彼突然会社辞めましたよね。あ、ところで何かありました？見て、ここ SOS っていう、なんかこうサスペンス始まりませんでした今。勝手に私が作ったんですけども。っていう、なんかこう本当になんかちょっとした何ですか、何気ない会話なんですけども、まあ、そっからこうストーリー広げられるかなって思って、私はちょっと勝手に妄想して作りました。で、ちなみに恋愛編もあるのでちょっと聞いてもらっていいですか？で、いきますよ。このアンケートの2ページ目作ったの誰？あ、それアンドリューですよ。そういえば彼って先輩の元カレでしたよね。あ、まあそうなんだけど、ちょっとこれ見て、この質問の頭文字全部つなげると I miss you。 きた、 I miss you。 ほら始まった、恋愛ドラマ始まっちゃいましたね。これなんですかね、ドラマで言う木獣。もうこうなんか勝手にこう妄想でストーリー考えてワクワクするのって楽しくないですかっていう。紹介というか、なんですかね、おすすめというか、なんですかね、ね、ちょっと試してみてほしいなって思って紹介させてもらったんですけども、皆さんいかがでしたか？はい、まあこんな風にですね、トイックの勉強って、ひたすらこう黙々勉強するのってあんま楽しくないんで、まあ、こういう感じで楽しくですね、こうなんか妄想を働かせて、まあ、この質疑応答の裏にどんなストーリーが隠れてるんだろうみたいな感じで、こうワクワクしながらやってもらったらいいかなって思います。っていうのが私、まあ、それをやりながら結構スコア伸びたかなって思うので、紹介させてもらいました。はい、もしかしたら第2弾あるかもです。以上、今回はトイックリスニングパート2、質疑応答の問題を使ってストーリーを作ってみたのコーナーでした。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、チップでした。